どうもどんでーす。今回はジャッカルの相談数が増えたということについてやっていきたいと思います。皆さんもう何も信じてないでしょう。俺ね、知ってます。皆さんね、メルトンさん0から100まで嘘ついてるってね、思ってるということにね、俺気づいちゃいました。はい、0からっていうのはどこから嘘ついてるか、ゼータのオープニングからですね。っていうね、皆さんあのオープニングあるでしょ、あれが嘘だと思われてるんですよ。いやー、そんな、そこまで嘘だと思ってないよと思ってる人、いや、コメント欄にいました。勝手にゼータのオープニング使わないでください。いたんですよ、最初から嘘ついてるって思ってる人いたんですけど、さすがに所属チームは嘘ついてません。そこだけは信じてほしい、さすがに。あ、ちょっと待って、あ、ちなみに今日何やるかっていうと、なんか倒しちゃったんだけど相談数が上がりました。26発から31発になって、決め打ちが決められるようになったんですよ。打ちながらピック、え、なんでこんな下にいんの。俺の動画阻止したいの、そんなに。え、ちょっと待って、また人、下に一人いない。え、危な、もう動画阻止しに来てるやん、怖すぎ何ガチのアンチじゃん。てな感じで相談数が増えて、ちょっと反動もなくなり、これ公式のパッチノートです。はいはい。で、決め打ちしながらスキャンしながら打てるようになったんですよ。今の戦術みたいなのができるようになったんですよ。これね、よく聞いてほしい、俺の動画は 99% 嘘でできてます。なんですけど、皆さんは 1% は嘘ついてません、真実話してます。 1% はその真実どこか分かりますか。開幕5秒のオープニングです。所属チームだけは嘘つきません。ゼータディビジョンのメルトンです。はい、覚えておいてください。あの大手チームのゼータです、メルトンさん。皆さんね、慣れ慣れしく絡まないでください。俺に対してね、ネタディビジョンとか言ってコメントした人、俺覚えてますからね。あ、ちょっと待って、俺はもう根に持ってます、ネタディビジョンと。もう誹謗中傷なんで、それやめてください。え、ちょっと待って、死んじゃった。どこだ、相談数の強み見せる。あと4発。あ、これ強化したおかげでフルリロードにならなかったわ。なんだフルリロードって、カタカナ使いやがって。ライト。ほんと、え、ライト、お、ガチだ。お、ぶねえ、俺左だと思ってた。え、これ VC に感謝じゃん。え、神 VC に来やん、ライトに来やん、ありがとう。おいおいおい、お前ゼータって認識されてなくてプライド傷ついちゃってめっちゃ効いてるやん。みんな思ってるだろう。違うんだよ、プライド傷つけられちゃって、うん、悔しい、なんでだよ、俺なんでゼータらしくないんだよ、なってるんじゃないの。そういうわけじゃなくて、あのね、俺は何が問題かと思ったかっていうと、本当に全てこの動画まるまる 100% 嘘だと思われてることがまずいなと思ったの。だってオープニングまで嘘って思われるのやばくない。いや、あのゼータらしいらしくないじゃなくて、いやいやいや、所属チームまで嘘つくのはさすがにこの動画はまずいでしょうじゃないんだよ。違うんだよ、勝手にゼータのオープニング使うの怒られちゃうよじゃないのよ。俺本当にゼータだから、マジで信じてほしい。そこだけはね、ちょっとね、やめて。あの、あとね、今日の裏技もあの本当だから信憑性に欠けるんですけどね、あのこれも 99% のうちの 1% に入る。あのパッチノートに書いてあることはさすがに嘘つけないから。これね、相談数上がりました。まあこれね、何の動画かっていうと、俺のプライドが傷つけられた話とかじゃなくて、あのみんなに嘘だと思われてる話、まあそれもそうなんだけど、そうじゃなくて、この動画はジャッカルの武器の強化が来た、この動画をやりたいの。相談数が、あぶね、決め打ちがほんとしやすくなったの。ぶっぱしながら、索敵しながら、そして反動がなくなったから殺しやすくなった。ほら、火力もね、もともとすごいし、つかなんでこれ強化したのか分かんないんだよね。ジャッカルってアビリティが死ぬほど強くて、武器も死ぬほど強いんだよ。なんで強化されたか分かりませんいや、分かんない、これ誰も分かんない。レインボーシックス七不思議、運営のなんか気まぐれで、多分ね、運営ね、あのこのゲームの開発って強化に困ったらサイコロ振るんだよね。コロ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 、あ、ジャッカル、何強化しようかな、うーん、コロ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 、ジャッカルで、ジャッカルの武器になったわみたいな感じだと思うんだよね。マジでなんで強化されたか分かりません。お、ピン立ったね、これ廊下かな、ん、なんかフューズの下行ってね、それ。
あ、なんか C4 の予感して降りてよかったわ。いや、かんな。あ、これみんなここで A 向くじゃん、みんな。ここで A 向くと死ぬんだけど、左で A 向くんだよね。そうすると、ミュートがこう、右に行きたがんじゃん。帰りを殺すの、これ。ほら、もうあいついないと思ってきた。あ、決め打ちしたけどいなかったわ。いや、通れるわーと思ったけど、一番左で A 向くことによって、なんつうの、A 向置いてないふりをするんだ、わざわ。これはマジ実戦で使える。てか、なんならバロラントで使える。これをオフアングル、オフアングル、オフアングル。そう、これオフアングルと言います。なんか赤いぞ、足跡が。左にいるな。あ、これ激ロー、絶対激ロー。これ、この武器のダメージは47ダメージ。腕に2発当たったということは、2、4、8、2、4、10、94ダメージ。あいつの最大 HP110。110引くマイナス94は6、16、16! あいつの最後の HP は16しかない。殺す。あいつのね、HP 絶対最大 HP16 ですよ。これね、もう相手の HP ミリです、これ。主婦のデコピンで死ぬ。あー、火事疲れたわ。あ、お皿落としちゃった。お皿で殺せる。まずそのレベル。火事の合間に事故って手滑らした主婦のその物で殺せるぐらいのレベル。コツンって当たったら死ぬ。なんかこいつ KD セーブがぶっ殺しやろ、これ。ピークしこねえぞ。なんだこれ。え、ピークしないの。え、深いかん。え、めっちゃ深い。ガチ深い。え、しかもちゃんとミリだったし、俺ちゃんと計算合ってるわ、すげえ。まあ俺これね、何が言いたいか、強化後のジャッカルで何ができるようになったんだよ、なったと思うんだけど、みんなさ、スキャンすんじゃん。これスキャンした後、昔だったら26発しか入ってないし、横反動でかかったから、なんかそのなんつうの、スキャンでピン刺したところに打ちながら顔、なんつうの、覗きに行く、部屋を覗きに行くっていうのがちょっとやりづらかったんだけど、ぶね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 。今シーズン段数が増えて反動が減って、横反動だけ減ったのかな。そう、減ったから打ちながら部屋を覗きに行くのが超強いんだよ、この武器。でも本当になんで強化来たのか本当にわからない。でもとにかくそういう強化が来たということを忘れないでください。まああとね、俺がゼータだということも覚えて帰ってください。なんだろうね、みんな。なんだろうね、みんなとかなっちゃった。もう七不思議みたいになってるから。俺、嘘だと思ってる人いるけど、いや、俺、割と嘘ついてることって割とない。最近嘘ついたのなんだろう。マジでなんだろう。ベアリングに強化が来たってことぐらいじゃない。ちょっと待って、マジです。いや、本気で嘘ついたの、直近で思い出すの。ベアリングに強化が入ったことぐらいじゃない。まあでもあれも反動なくなってるからな。なんか体感のお話、嘘というかあれ体感の話だから。でもマジで体感で話したら本当にベアリングの武器の話だけ。それ以外はマジで真実で話してるから、あんま嘘って思われたくない。え、なんか人いた。でもボムこっちなんだね。あと皆さん、明日のまた12時20分から配信するので来てください。この微妙な20分というのはみんなが昼飯を用意する時間です。ちゃんと配慮しております。これも含めお話ししてます、毎回定期でね。これボムどこ。1階なのか。ディフューザー落ちてるから分かんないんだけど、まあいいや、適当に進むか。多分1階だろう、この真下だろう。俺のジャッカルね、索敵省けるの超強いんだよね。例えばこう足とか打つじゃん、そしたらこう足跡ないじゃん。ってことは、あ、イースト階段に近づいてないんだなって分かるから、俺は他の部屋に行って殺す。そうすれば、あっぶねー、死ぬとこだったわ。ダメだ、これ突然の死すぎて成仏できねえ。俺まだ生きてると思ってる。大丈夫、まだ生きてる、魂はまだ生きてる。俺全然成仏できてない。突然の死だったから本当に認識できない、自分の死を認識できてない。今ね、俺足跡ソムリエ使いながらね、めちゃくちゃね、君の足のサイズは 26.5cm、 これはメルトン君の靴のサイズでしょ。これきっとメルトン君だ。この汗の匂い、きっとメルトン君みたいな感じのね、このキャラクター、この足跡ソムリエ君使いながらめっちゃランク上げてるんですよ。で今気になるランクいくつかっていうと、エメラルド222。これダイヤもう少しです、皆さんお待ちしててください、お待ちしててくださいって、なんかバグってる日本語。中国語の翻訳、日本中国語から日本語に翻訳したみたい。お待ちしててください。あ、なんか今アザミの顔見えた気がするんだが、ちょっと決め打ち、とりあえず決め打ち。あ、次立ちですね。これね、今エメラルドダイヤ帯で撮ってる。そろそろダイヤチャンピオン隊の動画が撮れるかもしれません。皆さんご期待しててください。え？
アマッチョロイです。エメラルド隊アマッチョロイです。あ、これ生意気なこと言っちゃダメだ。いや、メルトンキモいわ。敵倒すことに元に毎回煽り文句言うのキモすぎって言われちゃうからちょっとやめよう。ゼータディビジョンです。ゼータは人のことを小バカにしない。俺は実質世界3位。よろしくお願いします、メルトンです。さあ宣伝していく。パッツよくね。これはもう右にスモーク焚いて、あ、ちょっと待って、ディフェンダー、あ、危ない、ビビってね。ということで皆さんね、なんだっけ、ジャッカルの相談数が増えたということでね、皆さんやってみてくださいということで、飛んでした、バイバイ。ビビりすぎだろう。